車好きのパラダイスザモーターウィークリー、藤本恵美里です。今日も30分間車話満載でお届けしていきます。どうぞ最後までお付き合いくださいね。さあ今日はですね、メッセージいただいてます。ラジオネーム谷野さん、ありがとうございます。たまにドライブがてら都内を走るんですが、都内の道の魔界っぷりにいつもヘトヘトです。藤本さんはもう都内もスイスイですかというね。いやいやいや、都内のね道わかります。道は狭いしね。私やっぱりね、まだ首都高ドキドキする時ありますもん。山手トンネルがね大井までつながって、新しい道も結構たくさんできたので、まあ楽にはなったかなっていう感じはするんですよね。新宿羽田空港早いですよね、20分。あれ私もよく使うんですけど、そう、ただねやっぱね、こう首都高で自分が今、どこにいるのかわからなくなったりしてましたもんね。まあ今やナビもあるんですけど、ただちょっと思ったんですけど、こう車を運転するときに変な緊張っていうのはいらないと思うけど、やっぱ少しこうドキドキというか、そういう気持ちはあった方がいいですよね。なんかこう慣れてきて、慣ればっかりで運転しちゃうと、ちょっと注意力散漫になっちゃう時もあるのかなって思う。なんか最近はねそんなことも思いました。はい、私なんか特にちょっと緊張してる方がいいのかないつもなんかのほんとしてるからね、シャキッとして運転していきたいなと思いますけど、皆さんもぜひ運転気をつけてドライブ楽しんでくださいね。谷野さん、メッセージありがとうございます。番組オリジナルステッカー差し上げます。 The Motor Weekly FM 横浜 The Motor Weekly、 藤本エミリがお送りしています。さてここからの時間は WEC 世界耐久選手権を楽しもうです。 F1 と並ぶ世界最高峰のレース、 WEC 世界耐久選手権。ザ・モーターウィークリーでは WEC 世界耐久選手権を楽しもうと題して、その魅力や見どころをお伝えしています。10月11日には富士スピードウェイで日本ラウンドが開催されます。楽しみですよね。今回は8月30日のドイツで WEC 後半戦がスタートしました。その後半戦になって状況はどうなっているのか、カーグラフィック編集部の早田義久さんにお話を伺ってきました。早田さん、 WEC のドイツお疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。実際にねニュルブルクリンクに行かれたということで、はい、見てどうでしたか。いや私ね、イメージとしてはニュルブルクリンクってドイツのすごい遠い道にあるっていうイメージがあったんです。ところがフランクフルトから実は車で1時間半ぐらいのそんなに遠くないところに、私はねまずそれにびっくりしたんですけど、意外とそうなんです。実は近いよっていうのをまず皆様にお知らせしたいことなんですけども。なるほど。レースの方なんですが、はい、ポルシェがねもうねもうびっくりするぐらい速かった。LMP1 クラスはポルシェの919ハイブリッドがワンツーフィニッシュで、アウディの7号車、ブノワ・トレリュイエ、アンドレ・ラッテラー、マルセル・ファスラー組が3位に入ったんですけども、同じクラスかって思うぐらいの速さをポルシェが示して、はい、もうみんな口あんぐりでした。じゃあちょっと飛び抜けてる、ちょっとねもうなんかクラスが半分ぐらい上のような速さを示してて、はい、で何よりこのウェックがドイツで開催されるのは実は初めてのことで、なんでドイツのマニファクチャラーポルシェにしてもアウディにしてもとっても力が入ってるのがもうレースウィークの開始からよく分かってて、これは何か人柄あるなという感じでした。そうですか。はい、ね、でも、まあ、ニュルブルクリンクが終わって、まあ、ヨーロッパが終わって WEC も、ね、後半戦が始まりましたけど、はい、じゃあ勢力図としてはやっぱりポルシェがそうですね、もう強いという中心になって軸になるのはやっぱポルシェみたいですね。でね、ルマンまでに目指して車を作りを進めてくるのと、それからルマンが終わった後はテクニカルコースの短いコースが続くんですって。ですので車の作り方がもう明らかに変わってきて、でその初戦が今回のニュルブルクリンクだったんですけども、ポルシェは新しい空力パッケージっていうそのカウルですとかアンダーパネルなんかを全く新しく見直したものを持ってきて、それで初戦がこれだったんですけども、その効果が見事にやっぱり出てる
っていうところが私たちは感じたところですね。なんかね、あのニュルブルクリンクではあのトラブルがあったのに、ね、ポルシェはワンツーフィニッシュだと聞きました。燃料の流量制限っていうのがあって、一周に使えるガソリン量っていうのは決まってるんですけども、それを、まあ、結局それを司るセンサーのいろいろ問題もあったらしいんですけども、要はだからポルシェは悪くないんですよね、言ってみたらね、ドライバーも悪いことはしてないし、でだけども1分40秒この都合で、ペナルティをかけられたんですけども、それでも結局彼らは2位に入賞して、すごいですよね、挽回だったんで、いかにそれがクラスを超えた力かっていうのはなんとなくお分かりいただけるかなと思うんですけど、その富士でもやっぱりポルシェの圧倒的な強さを生で見れるっていうのは嬉しいなと思う人もたくさんいらっしゃいますよね。本当藤本さんおっしゃる通りで、我々そのモータースポーツずっと好きで見てる人間にとって、やっぱポルシェってのは絶対の強さっていうのを持ってるメーカー、ロスマンズポルシェを覚えてる方もいらっしゃるでしょうし、あるいは私たちの大先輩のモータースポーツファンの方だったら、滝レーシングが連れてきたポルシェ917なんてのを覚えてらっしゃるかと思うんですけども、それに匹敵する、あるいはそれを上回るような力強さとダイナミズムで今度のポルシェ919ハイブリッドは富士にやってまいりますので、これを見ない手はないと思います。なるほど、早田さんありがとうございました。失礼いたしました。 The Motor Weekly9つのスピーカーがあなたを包み込む。新発想の音響システムを採用したホンダ独自のサウンドマッピングシステムで劇的に楽しい毎日を。 New Next 日本乗り物ストリートスモールホンダ Nbox/。地震の時に大切なお箸って知ってる？押さない、走らない、喋らないでしょ。じゃあ車の安全に大切なトヨタは何それ？止まるのをアシスト、夜を照らす、対向車線にはみ出さない、トヨタセーフティーセンスの機能だよ。無理やりじゃない。いいんだよ、トヨタの CM だから。トヨタセーフティーセンス、詳しくはウェブへ。どうも、山田家のカーナビ、ストラーダです。今日のドライブは初めての場所のようですね。でもご安心を、私が道路標識の情報を絵と音で早めにお伝えするので、知らない道でも快適に運転できますよ。お父さん、家族目線のストラーダビューナビでした。 Panasonic。 ザ・モーター・ウィークリー、ここからの時間はこの方とお届けしていきたいと思います。カーライフジャーナリスト、丸茂明子さんです。丸茂さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今日ですね、はい、丸茂さんとお話ししたいのは、はい、ズバリなんですが、うん、もうテーマからいっちゃいますが、はい、かっこいいセダンで今日は行きたいなと思ってるんですね。で、なんでこのテーマでっていうと、うん、私あの先日、ジャガーの XE の、はいはい、あの試乗会に行ってきまして、うん、でそれを見た時に、うん、あ、セダンってこんなにかっこよかったんだなといや今や本当 SUV すごい人気で、うん、あちこち SUV 多いじゃないですか、うん、走ってて、で女性も SUV 好きっていう人は多いけど、多い、なんか話をしていて、うん、セダンっていうところに、うん、いまいちこう食いつきがないというか、なるほどね、女性同士でいてちょっとまあ一昔前からの親父臭さっていうのかな、そうなんですよ、残っちゃってるのかな、そうなんですよねきっとね、そういうふうに未だにこう思ってしまってる感があって、うん、いやいやでも待てよと、うん、セダンって言っても、うん、今やそのいろんな、ね、こうタイプのセダンがありますよね、うん、はいはい、なんかそういうところでいやいやかっこいいセダン、ちょっと盛り上がっていきたいなと思ってます。いや奇遇なんですけど、はい、私も今セダンすごい注目してまして。丸茂さんもですか、うん、いやあのね、なんか昔はね、女性を一番美しく見せる車ってクーペだって思ってたんですよ、はいはい、なんだけど、はい、最近はまあセダンなのかなって思い始めて、でそれがね、あのある時そのセダンの後ろの席にすごく美しく座ってる女性を見て、はい、なんかねその旦那さんとか、まあ、彼とかに運転してもらって後ろの席でこう優雅にくつろげる女性ってすごい素敵だなと思ったんですよ。私にないものだったんでいやいや、でも丸茂さんもねご家族でこう、そうなんですけど、後席座ったり今度す、うん、するんですけどね、まああいう風に素敵に座ってられるかなって思ったらまだまだなので、そっか、今度はちょっと俳優女性を目指したいなってね、すごい目標ができたんですよね。いやちょっとそれはですね丸茂さん、私も目標にしなきゃいけなくて私まず試乗会とかに行くのに、うん、あの番組のプロデューサーさんだったり、うん、まあ、いろんな方が運転してくれるんですけど、はいはい、
まず後席座りますからね。最初からおはようございますって後席に入ってくんですよ。もうなんてやつだっていう感じですよね。そっか、じゃあ後ろに乗せてもらってる女なんだ。いやもうあの乗せそうで、そのありがたさを今まで感じてなかった。いや本当ね、だから後ろの席に乗せてもらえる女性っていうのは幸せな女性なんだなってすごく思うようになったんですよ。そうですね、うん、でやっぱりそういう風に後ろのこうセダンの後ろに乗ってる女性っていうのは注目、うんされるわけですもんね。されるあそれ頑張らない。いやでも実際に、うん、あの後席もですけど、うん、運転席でも、うん、やっぱ女性が運転してかっこいいセダンっていうのもありますよね、うん、増えてますよね。増えてきたんですね。もともとはもう結構前なんですけど、メルセデスベンツの CLS っていう車がもうパッと見クーペなんだけど4枚ドアっていうデザインでもう大ブレイクしたんですよね、はいはい。でそこからやっぱりそのクーペライクなセダンっていう、なんかクーペに見えるんだけれども後ろの席もすごく快適っていうセダンが本当に多くなってるんで、うん、だからなのか、私がそのジャガーの XE 見た時に、ね、いや本当になんかこうロングノーズっていうんですか、はいはいはい、ね、であとキャビンがちょっとこう後ろの方に行っていて、うんうん、すごいこうラインを見ているだけでも幸せというか、ね、くびれラインがちゃんとあるんですよね。あるんですよね、うん、いやセダンってもうカクンカクンカクンだけど、そういうんじゃないデザインもすごくかっこいいなって思いました、うんうん。で実際にあの乗せてもらったのが3リッター V6 の XE の、はい、あのうん、トップグレードを運転させてもらったんですけど、うん、これあの走ってて、はい、あのパワーはねもちろんすごくパワフルなんですけど、うん、すごいこう滑らかで優しかったんですね、うん、でエンジン音とかもパワフルなんだけど、うん、実際乗るとすごくこう優雅なというか、うん、エレガントな感じで、こういうセダンに大人の女性が乗ったら決まるだろうな、かっこいいだろうなと、男性はもちろんですけど、うん、すごい思いましたね。なんかねちょっと一つあの一昔前は、はい、セダンってどん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 スポーティーになっちゃって、うん、なんかちょっとこうなんか腕にね覚えのある男性じゃないと運転できないみたいな、なんかそういう流れになっちゃってたんですけど、はい、最近またそれが変わってきて、そのしなやかな足だったりとか、そういった乗り心地の面がすごく重視されてきたなって感じるんですよね。そうなんですか、うん、だから運転してても本当に滑らかで気持ちがいいし、うん、で後ろに乗ってても本当に快適だしっていう、はい、だからねなんかいいとこ取りな車がセダンなのかなって思いますね最近ね、ね、私のようにちょっと昔のセダンを昔のと思ってたらダメだぞと、うん、もう親父車とは言わせないみたいな感じですよね。本当ね。でも結構いろいろ出てるなと思って、うん、フォルクスワーゲン の, あのパサートもね、はい、なんかすごい若々しくなりましたよね。びっくりしました、うん、あの若者に本当に似合いそうなセダンだなと思いました。本当、うん、かっこいいですよね、うん、なんかね20代の子がああいうの乗ってたりするとね、うん、いいですね、うん、あれ丸本さんなんかあの、キャデラックでしたっけ、うん、私はねお気に、ま、そうあの ATS っていうセダンもすごい好きなんですけど、はい、あの今年の1月だったかな、あの雪の、ね、軽井沢で、ね、CTS っていうあのキャデラックのセダン乗ったんですよ、はい、それがものすごいやっぱり滑らかで、でも安定感があって乗り心地が良くって、はい、もう最高だなと思って、すごいなんか今あの うっとりした顔をされてますよね。もういつか欲しいセダンの、ね、1台になりましたね、うん、いや今家族でミニバンとかっていう人ももちろんすごく多いと思うんですけど、うん、その昔みたいに家族でセダンっていうのも、うん、そういうこう走りが滑らかだったりとかする車が出てくるといいですよね、うん、いいと思いますよ。で多分その荷室とかも昔よりはすごく使い勝手いいんですよね。そうですね、うん、ほんと平らだし奥行きもあるし、はいはい、うん、なるほどな。私もあの、CTS、はい、ATS、うん、乗せてもらって、やっぱねその時も思いました、うん、あセダンいいなと思いました。そうなんかちょっと輸入車の話ばっかりになっちゃったんですけど、うん、あの日本の車だとどうですか、はい、セダン。私はね最近ホンダのレジェンドっていうセダンに乗ったら、なんだろうその、まあ、レジェンドってスリーモーターのハイブリッドなんですけど、うん、なんかこうなんだろう運転させられてる感満載のこうね制御でガチガチの車なのかなって予想して乗ったら、全然なんかこうなんだろう自由にさせてくれるっていうか、うん、なんかもう爽やかななんだろうこうアスリートみたいなね感じのセダンだったんですよ、はい、それがね本当心地よくって、なんかあれはあれで本当に
なんだろうな、遠くまで走っていきたくなるような、うん、ハイブリッドセダンでしたね。そうなんですね。じゃあなんかこう自由というか、自由なセダンと言ったらあれなのか、そう、なんかなんだろうね、本当こうなんかリラックスして運転を楽しめるようなセダンだなって思いました。なるほど。なんかこうセダンって、まあ、もちろん皆さんそれぞれね、いろんなイメージがあるとは思うんだけど、やっぱりセダンってすごく走っても速くって、で今やそのエコなセダンもいっぱいあるわけですよ ね、 ですよね。と燃費もいいし、なんかセダン再注目かなって思ってきた。本当、私も今すごい注目してます。あ、そうですか。なんかジャガーの XE も私まだ乗ってないんですけど、すごい乗りたいですもん今。あ、本当ですか。あのディーゼルもね、今年中に日本に入ってくるっていう風なお話を聞いてたので、ちょっとまたぜひじゃあマリモさんも、はいはい、感想を聞かせてくださいね。え、本当ですね。はい、ありがとうございます。はい、この時間はかっこいいセダンをテーマにお届けしました。マリモアキコさん、ありがとうございました。ありがとうございました。The Motor Weekly。 どうも、センスのいい男です。いいですよね、モーツァルトってすっごくセンスを感じます。ああ、失礼しました。この曲はショパンだそうです。センスがない人にも安全のセンスを、さまざまな事故に備えるトヨタセーフティセンス。詳しくはウェブへ。9つのスピーカーがあなたを包み込む新発想の音響システムを採用したホンダ独自のサウンドマッピングシステムで劇的に楽しい毎日を。 New Next 日本乗り物ストリートスモールホンダ NBOX スラッシュ。どうも、佐藤家のカーナビストラーダです。何やら奥さんが録画したドラマを見る時間がないなんて嘆いてますが、ご主人言ってあげてくださいよ。このナビブルーレイプレイヤー搭載でリアモニターをつければ後部座席でもドラマを楽しめるよって。家族目線のストラーダビューナビでした。 Panasonic The Motor Weekly。 藤本エミリがお送りしているザ・モーターウィークリー。ここからはザ・モーターウィークリーエコスタディと題して、最新のエコカーについてお送りしていきます。取り上げるのは、今年の6月にビッグマイナーチェンジを受けた三菱アウトランダー PHEV。 自分で充電する車としてすっかり有名になったアウトランダー PHEV、 新型ではどう進化したのか、毎回テーマを変えてじっくりと紹介していきます。エコスタディ第6回目となります。今回は7月に行われた日本 EV ラリーで、アウトランダー PHEV ユーザーや PHEV に試乗された方の声を聞いてきました。ではアウトランダー PHEV でこの EV ラリーに来ていらっしゃいます、こちらのご家族にお話を伺いたいと思います。おはようございます。おはようございます。お名前を教えていただけますか。はい、江南区の滝と申します。滝さんで、息子さん今日お二人来てらっしゃるんですね。はい、じゃあせっかくなのでお名前を。滝正春です。正春くん。はい、高春です。高春くん、二人ともしっかりとご挨拶できる、ちゃんとしてますね。ねえ、しっかりされてますけど、今日この EV ラリー、今年で2回目なんですけど、今年から初めて参加されたってお話聞きましたけど、なんでこのラリーに来たんでしょうか。EV の、市場がいろんな車乗れるっていうことで、でこちら来ました。本当は来る途中リタイアしてしまったんですけど、スーパーセブンの EV が来る予定だったんですけど、それに乗れるつもりで子供たちも楽しみに来たんですけど、ちょっと残念だったんですが。ね、そう、ちょっと残念でしたね。でもアウトランダー PHEV に乗られていて、結構じゃそういう電気自動車大好きなんですか。やっぱり乗られてみて一番の違いというのは、そのトルク感が全然違うんで、でとにかく今回も3ヶ月ガソリン入れてなくて、この EV ラリーに来るためにガソリン入れたんですけど、ガソリンだけの燃費でいうと、今回給油した時に109キロ走ってるんですね。ですからやっぱりそういった面では家計にも優しいということで、嫁さんの方も非常に満足してるかと思います。お父さんね、こう言ってますけど、どう、この車を見て。かっこいいです。かっこいい。同じく。同じく。でこれからねパレードなんですけど、楽しんで行ってきてくださいね。はい、ありがとうございました。increasingly it's important to have electric vehicles because there's too many cars in Japan
And gasoline is very expensive. And having electricity is probably a great thing to have. ガソリンが高くなってきたので、やっぱり電気自動車はこれからの世代でとても重要だと思ってます。ありがとうございます。今奥様が日本人、そして旦那様はどちらの方ですか？カナダ人。で、ご家族で可愛い娘さんも2人いらっしゃって、4人でアウトランド PHEV をすごい見てらっしゃったので、早速突撃インタビューをさせていただきましたけれども、実際に奥様も見られていかがですか？すごくスムーズだったんですね。白馬ってあまり道が良くないところもあるんですけど、スムーズでびっくりしました。ただブレーキが初めて、電気車初めてだったんで、ブレーキの踏み方がまだちょっと分からなくて、結構ガタガタって感じだったんですけど、運転自体はすごくスムーズでした。アウトランダー PHEV にこちらの方も試乗されてましたので、お伺いしたいと思います。お名前をお願いします。永田です。永田さん、突然すみません、よろしくお願いします。アウトランド PHEV は初めてですか？はい、初めて乗りました。今回、はい、初めて乗ってみてどうですか？パドルシフトがありまして、そちらの方で回生ブレーキの方が調整できるというのはとても面白いなと感じました。実際に気にはなっていたんですか？そうですね、一応乗ってみたいなと思ってたんで、はい、今回いい機会で乗れてよかったですね。はい、ということで、やっぱりユーザーさんのね、突撃インタビューさせてもらうと、ガソリン久しぶりに入れましたっていうね、声を必ずのように聞きますけど、これも改めてこうやって聞くとすごいよなと思ったりします。まだまだこのアウトランダー PHEV 魅力たくさん詰まっていますので、またこのコーナーでお伝えしていきたいと思います。ザ・モーターウィークリーエコスタディでした。お届けしてきましたザ・モーターウィークリー、いかがでしたでしょうか？今日はかっこいいセダンというねテーマで土地をお届けしましたけれども、いやいや、改めて輸入車もそうだけど、国産のセダンもかっこいいのたくさんあるなって思いましたよ。レクサス IS もねかっこいいし、あと日産のティアナとかフーガとか、トヨタのマーク X もいいし、丸毛さんがさっきお話しされてたホンダの高級セダンレジェンド、聞いたら首都高のね、コーナリングのところがすごく滑らかで気持ちよかったなんていう風に、ね、お話しされてました。今日ちょっと首都高やっぱり苦手なんだよな、都内の道苦手なんだよななんていうメッセージもいただきましたけど、やっぱセダンでね運転しやすく首都高を走るっていう、それもまたこうかっこいいななんていう風にね思いました。藤本エミリがお届けしてきましたザ・モーターウィークリー、今日の放送は翌週番組サイトザ・モーター .jp にアップされます。こちらもぜひチェックをお願いいたします。そして LINE アットにザ・モーターウィークリーのアカウント開設してます。番組情報など発信してますので、友達登録してくださいね。そして番組 Facebook もぜひいいねをお願いいたします。ザ・モーターウィークリーではあなたからのメッセージ募集中です。メールアドレスは dm@fmyokohama.co.jp、 ザモーターの頭文字 dm@fmyokohama.co.jp です。愛車自慢や好きなドライブスポット、こんな車を特集してほしいなど、ぜひ具体的な車種も書いて送ってくださいね。採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼント。たくさんのメッセージお待ちしています。それでは皆さん、良い週末ドライブを。ザ・モーターウィークリー、お相手は藤本エミリでした。また来週。